アルベルト・モンカヨは、スペイン・アンダルシア州カディス出身のオートバイレーサー。2009年のスペインロードレース選手権 125cc クラスチャンピオン。2010年からロードレース世界選手権 125cc クラスにフル参戦中。4歳の時からポケバイに乗り始め、2002年にはバレンシアのミニバイクレースでチャンピオンとなる。翌年には、 アンダルシア州のミニバイク選手権でチャンピオンとなり、2005年からは 125cc のロードレースに転向。2006年にはカタルーニャ州の地方選手権で年間ランキング2位を記録した。2007年15歳のモンカヨはスペインロードレース選手権 125cc クラスに参戦を開始した。第5戦アルバセテで初表彰台を獲得。 シリーズランキング12位で初年度を終えた。翌2008年には、そのアルバセテで初優勝を果たし、ランキングを4位に伸ばした。そして3年目の2009年、モンカヨはシーズン3勝を挙げ、ルーキーのマーベリック・ビニャーレスを4ポイント差で抑えて、シリーズチャンピオンに輝いた。2010年シーズン、モンカヨはセブ時代に所属していたアンダルシア、 カハソルチームと共にロードレース世界選手権 125cc クラスにフル参戦デビューを果たした。ダニー・ウェブをチームメイトにアプリリアの最新ファクトリーマシンである RSA125 を買ったモンカヨは17戦中12戦をポイント圏内で完走。第14戦日本 GP でベストリザルトとなる5位に入り、年間ランキング13位を記録してルーキー・オブ・ザ・イヤーを獲得した。 2011年もチームに残留し2年目のシーズンを迎える。チームメイトには前年のセブ 125cc ランキング2位のミゲル・オリベイラを新たに迎える。ありがとうございます。